あ、もう最悪。なるほど。なるほど。なんだこれ。あ、もうあの。来た。トエさんと。急に来たな。ないそうなんだ。ないも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 ナイスボタン。はい、夏目先生の。夏目先生はムカつくんで。夏目先生のコスプレ。まあ、かきさん、いいボタンじゃないですかね。まあ、待て、夏目先生コスプレをしてる僕がいるじゃないですか。いや、あ、本当や。だ、僕は。あ、いろちゃんも僕のコスプレしてる。あ、で、モノマネします。え？クルーメイト、頑張っていきましょう。あ、夏目先生だ。嘘つけや、それはないでしょ。似てないでしょ。僕もいいですか。あ、どうぞ。はい、ガチでうざい。いや、そっちのものです。アベリーさんのモノマネじゃない。あえて、ね、じゃあ、私もモノマネしまーす。お願いします。はい、ガチ、それもうガチ。なんか、これさ、みんなが投票してからそれやるのダメだろ。まあ、うまかったやつに投票しないと。これやったー、俺一番うまかったらしい。一番はアルマさんですかね。だねー。 あ、 すあれ、おめでとう、おめでとう。スキルでいいんじゃん。ナイボウ。あ、まあ、死んでないんか。ガチでナイボウ。ガチでナイスボタン。ガチでいいボタンだと思います。本物だ。これは。本物だ。あれ、どっちが本物今の。ねえ、わかんなかった。いや、そんなに。マジ？え、そんな似てる？え、そんな似てる？ガチ。ガチナイス。え、そんな似てる？え、そんなに。そんなことは。ガチでナイス。いや。てか、え、アルマくん。本人より似てないこれ、マジで。マジですか。どういうこと。むしろなんか夏目先生が中のあるものであるね、これね。そうね。ああ、よかったよかった。真似しないでください、ちょっと。白い人。え、キッチン。うん、するから。うん、はい、死んでる。ね、はい、ラウンジの、そう、ラウ、エロちゃんさんの死体がラウンジのか、真ん中ぐらいに死体があった。ラウンジの真ん中、ラウンジ真ん中、トイレより、トイレ、トイレ、そう、トイレの方、トイレの方、トイレのところの真ん中あたり。10秒前のアドミンを持ってます。うん、あの、こちらも入る前のアドミン。はい、ラウンジは確かについてたね。シャワーに4ついてて、セキュリティからスタート、セキュリティ1、うん、電気室に1、で、診察室飛ばして貨物1、ラウンジ1、アーカイブ1までついてた。オッケー、じゃあシャワーの4のうち、僕の中のあるまで2、あとの2は、うん、はい、10秒前だった。俺、ドクターメネコさん。
僕とあと2人です。メインって言いましたっけ今。アシスタント、あ、シャワー室、シャワー室な、いたかもしれないけどちょっと覚えてないけど、いなかったか。あ、1個1個洗ってこ、わかんなくなっちゃうから。あの1個だけ言わせてください。コミサボ入る前にあの貨物に私到着してて、その時にいたのが東屋さんで、はい、私が覚え芸のタスクをやりに行ってカメラがついてるのを確認して踊ってたらコミサボが入ったって感じだったような記憶があるのね。でそれで、はいはいはい、上に上がっていったらエロちゃんさんの死体があったって感じなんで、私目線は東屋さんがすごく怪しくなってしまうかな。あ、なるほど。それでその話ってさ、ごめん、はい、ごめん、その話ってアドミン情報もういらないって話でいいですよね。そうじゃなくて、東屋セキュリティ到達してセキュリティ見てて、コミュニケーションになってキッチンに入るところがラストなんですけど、でカメラついてましたよね。カメラ見てたの誰なんですか。東屋です。セキュリティ、あの通信妨害になる前まで見てたのが東屋ですね。でピカクロスさんを給油のところに置いてそこまで到達してるので、ピカクロスはその後貨物に居すぎじゃないかなって東屋目線ではちょっと思ってます。あ、てか、え、東屋さんがカメラ見ててそのカメラ見て、え、そうか。いや俺ピカさん、あのハンバーガータスク長えなって最初思ってたんですよね。あ、それはね、ミスったからですね。普通に、あ、じゃあセキュリティで殺してんのか。じゃあまあこれはナイスだったかもな。いや、相方の近くで殺さったの申し訳ないな。我慢すべきだったかな。ポスター2人やな。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どっから詰めます。エロちゃんキルの話するんだったらちょっと僕1個だけ聞きたいことあるんですけど。うん、あ、いいっすか。僕とアメネコさんがシャワーの右下にいて、その10秒くらい前って、うん、でタオル一緒に拾ってて、その上にいた人間って3人いたと思うんですよ。センターさん、夏目さん、カキさんって、うん、で、はい、誰が一番最後にそこに入ってきたかを聞きたくて。多分ラウンジ通ってますね、その最後に来た人って。俺は昇降機から来てるんで。あ、昇降機から来てるの。はい、最後ラウンジ脇でずっとラウンジです。ラウンジ脇でずっとラウンジ。ラウンジ脇でずっとラウンジ。あ、アーカイブ脇ではずっとアーカイブです、うん、ごめんなさい。うん、 あのこれだけ言いたいんですけど、私その確かに東屋さんが、私が給油のところに助け合ってる時に東屋さんが先抜けていって、私がそこで覚え芸のタスクをやりに行こうとした段階でもうすでにカメラはついていたはず。ああ、じゃあそのカメラは東屋じゃないですね。そう、その上で私が覚え芸やった後に踊ってちょっとカメラ映っとこうと思って踊ったんですよ。でその上でダウンロードタスクをやっていて、ダウンロードタスクが終わってから私ラウンジに入って発見なの。ロラッシュいいかもしんない。いや、あのね、ピカさんって釣れるのか。いや、てかそもそ もうアドミン情報を洗いましょうって話してて、カットインして言うっていうことはもう対立っていう覚悟を持って言わないと。あ、僕も結構そうだと思ってて、はい、あのアドミン情報を洗ってる最中にカットインして対立事項を作ってるんで、もうローラするほかないかなって感じですよ。ピカクロさん本当に東屋で釣れますね。ピカクロさん、まだ言えますよ、まだ言えますよ、僕アドミン情報。いやもう大丈夫？だってこれから大丈夫ですけど、またボタンを消費するんですか？2回もピカキャラからちゃう。僕で本当に釣れるって。どっちみちローラーするんだったらいいじゃん。はい、ローラーするんだったら。ここの話終わって次アドミン情報出してエロちゃんの話、エロちゃんじゃない、アベリさんの話しましょう。オッケー。うん、てか、これあとピカ君の情報がせいならなんだけど、アベレージさんがカメラ見てたってことでいいですか皆さん。いや、僕もそう思う。なるほど。それはそこまであるから私、東屋さんでいいと思ってるのよ。他の人を見てたって人いないですよね。僕、どっちから追加する。僕、オッケーです。7人だから、そしたら。え、なるほど。え、誰だ、スキップ入れない。いや、僕1人入れてない。要はスプリットでスキップに入れてくれたんでしょ、プツヤスさんが。もう1人、誰かも投票がいる。ありがとうございます。
まあじゃあ、合わせよ、小屋さんとピカクロスを釣るっていう前提でちょっと詰めてみよう。アベレージさんの方、アベレージさんが、ピカ君の言ってることが正で一旦考えて、ま、見るとアベレージさんがカメラの情報を見てた可能性が結構高くて、そうなった時の位置って中野アルマ、僕、夏目先生、柿さん、あれ、センタン、僕も、あれ、プテ、じゃピカ君目線もうあれじゃない、プテ橋東屋じゃない、そちらの情報が正となるんだったらそう、アルマくんどう？まあそう。僕が容疑者入ってくんの？いやまあ僕まあそう、分かるんすけど。あ、アドミン情報、そっか。だって整合性取ってないだけで言えますよ全然。10秒前だったら。一応確認してみたらいいんじゃないですか、アドミン情報せっかくなんで。あれ？はい。じゃあ言いますね、言いますね。セキュリティ1、電気室1、で診察室は0。で貨物1、ラウンジ1、アーカイブ1でこう U 字型になっててシャワー2を、あ、オッケー、じゃあ洗うべきは、夏目先生はアーカイブにいたの僕見てる、柿さんは昇降機右から来たって言ってる、センターはじゃあメインから来てるよね、その多分エレクトリカルからメインに上がってるのがセンターだよね、あ、じゃあセンターなのかな、あー、なるほど、ん、あ、待って待って、アベレージさん切るか、あ、違う違う違う、ちょっと待って、あ、ごめんごめんごめん、セキュリティってのは東屋、ごめん、クソ適当に返事しちゃった、ごめんごめん、なんて言った、ごめん、クソ適当に返事した、ごめん、セキュリティ1が東屋さんなの、あ、そう、10秒前なら東屋がもう到達、10秒前、あ、10秒前か、はい、そうですね、10秒前、10秒前、あ、コミサボがあったから、あ、じゃあエレクトリカルには誰もいないの、うん、そこがアベレージさんなのかな、釣りましょう、釣りましょう、ロラしますよ、アベさん、はい、なんかじゃあ、はい、いや、ピカクロスで釣れるのかな、私目線だと、東屋さんがあまりにも走りすぎてる印象がある。うーん、あ、もう最悪さ、なるほど。なるほど。なんだこれ、あの、私からでもいいから、ちゃんと落としてください、ロラだったら。もう本当に。最高すぎる。最高すぎる、マジ。処理させたいな。これキルできんかったら最悪なんだよな。そうなるんだ。あっちゃ。カキさんの死体がアーカイブ。でこのリアクターが鳴る10秒ぐらい前に、エンジンルームから左方向に走っていくアメネコさんを私は視認している。エンジンルームから。10秒前。そう。10秒で行ったんですか、アーカイブまで。まあ行けるんじゃないですか。まあ、まあ行けるとは思います。まあ10秒、ごめん、10秒は嘘かもしれない。あの15秒から、もうちょっとかかってるかもしれないけど、あの見てるのは事実。ごめん、タスク1個やったわ、除染の。だから15秒20秒かもしれない。お互いするとめ取れる場所あります。とりあえず死体位置が明確な誰だっけ、今誰が死んでるんだっけ、エロちゃんだっけ。うん、まあまあ誰か。アメネコさん、カキさんとアメネコさん。カキさんか。カキさんがアーカイブなんであれば、アルマさんは無理ですね。あと、昇降機左にいるんで。でね、プテハシさんも多分無理だと思う。私があのキッチンから、ブック上がるときにいたから。トウヤバリバリした位置でシャワー室にいます。容疑者1かな。さっきの位置でエレクトリカルです。さっき僕、トウヤさんに入れたわ。うん。結局その2択、うん、まあ東屋の格好数理で行くしかないと思う。多分私のセルフか東屋さんのシャワーの切るかのどっちかだと思う。柿さんについてはね、
今回のニキル中野アルマとプテラ高橋城取れないですか？中野あニキルは分かんない。アルマさんは下から来たから。アメネコさんの死体位置以下な気がするな。取れないと思う。なんか結局死体位置が分かんないから、うん、結局今日決めしなきゃいけないから。アルマどこ？アルマどこ入れた？トヤさんトヤさんトヤさんに入れましょう。Okay、はい。メインからシャワーに行ったって言ったよね。いつの話？あの4シャワー4になった時、メインついたっけなと思ってんだよな。いや違う違う違う、逆アーカイブから。アーカイブか、まあちょっとまあいいわ。誰か押してくれたらありがたいけど。してくれなかなアルマ。押さないか。あ、押さ。はい。落としてもらってもいいけど、いや判断任せる。落としたくないかな。僕もずっとトヤさんついたかったし、最初から。まあ、あの、スキップ1無投票133の時が一番事故ってたから、まあ、そうですね。まあ、僕が投票先言うべきだったのか、1キル目、2キル目の時一番白かったのって、多分僕とアメイコさんだったから。あのだいぶ妨害しちゃったの分かってるんで あんまり喋らないでいます。ちなみに1キル目10視点だったらアメネコさんめちゃくちゃ怪しかったんだけど、あ それも踏まえて、はい、それも踏まえてピカクロさんにずっと投票し続けてるのは自分です。だけどこの場面だったピカクロさんのクルーが分かったので、もう正直視点が分かんないし、もう東野さんとピカクロさんの話しかしてないから、もうアレマさんとピカクロさんの視点に自分は合わせようと思ってます。プテラさんさっきどこにいたって言いましたっけ、はい、さっき展望だったかな、展望きあ武器庫あたりかな、武器庫あたり。いや無理だな、釣れないな。どこもセンターさんはその最後リアクターになった時に金庫側から来てて、で ね、それは目視できていて、プテラさんと夏目先生は分かんないから、ピカさん白しか分かんないな。もう今日はスキップでいきますか。ピカクさんも白、ピカさんが白、うん、え、プテ白アルマ、え、じゃピカさん、あ、ピカさん、オッケー、はい。キルマッチしかないんかな、釣りきれんよな。タスクで行こう。ピカさんどっか釣りたい場所ってあります？ないっすよね。無理無理っすよね、この盤面、うん、無理無理無理。なんかごめんね、本当に。あ、いえいえいえ、いや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 、いや、わかんないな。僕はその現場にいなかったから、もう合わせちゃった、多数のあれに。うん、夏目も一番白い中のアルマに合わせるしかないって思っちゃう。まあ合わせてよかったね、同票ばっかりだったし、そこで同票になるのもね、うん、いや、いい展開だけど、どうなんだ、タスクの進行状況がわからん。夏目先生か、3キル行くべきなのか。他のアルバーかピカさん落としたいね、できれば。いけるか、どっちかキルすればいけるか。足見してほしいな。他のアルマは絶対アドミン見てるはず。見てなかった。じいち。ばらけてるね。
アルマさんか。自分エレクトリカルにずっといました。エレクトリカルいたんだ。あとタスク終わってない人って誰ですか？はいはい、夏目。僕も。いやでも結構ある。あるんだ、うん、わどうしよっかな。ピカ、ピカクロスさん白でよくて、合わせるしかない。白でよくて、うん、夏目、ピカク、夏目さんってピカクロさん視点白い？ん？え、僕ってさ、僕ってさ、アドミン情報でさ、あの、まあ、東屋さんのこと釣ってない？間接的に。どうかな、うん、それはあのプテさんが東屋さんに入れてるっていうのが事実であるんだったら、プテさんと東屋さんは違うかなっていう気はするよ。東屋さん起点で考えたとき。で、そうだね。うん。アドミン情報は多分合ってると思うから間接的にだったかな。どっちかというとピカさんが東屋さんピカクロさん、うん、だよね、うん、でもアドミン情報だし、いやごめんね、ごめんね、アドミン情報はもう意味がなくなってる、うん、だし、あとは、はい、なんだっけ、アメリコさんが言ってたけど、ピカクロスさん目線は東屋さんピテアスさんっていう軸が成立するって話じゃなかった？ あ待って、それだったらあるわ。じゃあ夏目の方が主張できますね。ね、じゃあもうそのカットインをするんだったら、うん、ピカクロスさんと東屋さんをローラしましょうって最初に言ったの自分で、うん、まあ、結果的に間違った投票はしてるけど、ね、ローラをしましょうって言葉をつけてるから、先に釣り早く釣りたかったって主張してるのは自分で。待って、僕が微妙じゃない？それもピカクロスさん来てんじゃない？ピカクロスさんがローラ開始するっていう発言だから、いや伸ばせば、あんまり白証明じゃない。夏目はどっちだと思ってんの？今の話聞いて若干先端かなって思ったけど、あ、まあまあちょっとピカさんに合わせるわ。議論なので、ごめん、今日結構プテアさんと一緒にいたから先端さんかな入れるとしたら、ここで計算するだったね。あ、マジ、ちょっと、マジか。やっぱり、うん、ナイス、ナイス、やばい、マジか、一緒いたのか、素晴らしいですね、一緒いましたね、結構、やぶな、でも結構いただけだよ、全然容疑者だったと思う、うん、容疑者、アルマさんがシャワーとかでやれてたら結構やばかったぐらい、うん、だけどその間に進展図私一回確認して、まっすぐエレクトリカル抜けてサンド合流だからないかなって思っちゃったんですよね。あ、よかったよかったよかった。もう結構ピカさんに入れる気はなかったって感じですか、ピカさんは。うーん、どちらかというとセンターさんになっちゃうたんね。そのピカさんと別れた後、心電図チェックで死んでない、そこからまっすぐエレクトリカル抜けてメインホールで合流だったんで、ほぼないかなと思っちゃった。あ、じゃあどっちみちきつかったか。いや、ごめんなさい、1キル目の時にもっと票を言うべき、多分僕が一番白いじゃん。なのか、選手僕とアルマくんかなと思うかな、うん、僕とアルマくんがお互 いもうちょっと表言えばよかったイメージだったから、うん、一応ただね、僕がラウンジから抜けてきてる人間だから、僕がその証言するとアルマくんが一番白い位置になるかなと思う。わざと言ってなかったけど、夏目視点だったらアメノコさん右にいたから、ラウンジから来たの。そうです。そうだよ。ただなんか夏目先生も言わないし、僕言っても多分疑われる位になるから言わなかっただけで、もうさ、あれを言ったとて、多分もうピカクロさんのカットインがある状況だと、もうロラするしかねえやと思って、まあ、ごめんね、なんか本当に。あ、いや、結果的に MVP だったからすごい。あ、そう、あれ、あのね、はい、僕視点、夏目先生がそのアーカイブにいて、柿さんが右左から来てアーカイブでっていうのを整合性が取れてるから、僕視点は割と本当にピカ君と東屋さんのロラは僕視点はめっちゃ飲めるんだけど、客観僕が怪しくなるはずだから、その議論をしなくていいのかなと思ったけど、ね、しないで済んだから僕はありがたかったっていう結果論だけどね、うんうん、結果論だね。ごめん、私目線東屋さんがセキュリティまで到達するとすると、ま、マジでタスクなんかしないでまっすぐ行ってるって風にもなるし、ってなってくると東屋さんの前に絶対誰かが見てたってことになるから、そのあたりに死体があるんじゃないかなとか思ってしまったから、うん、私目線、いやそれもうさすがでした。もう何も言い返せなかった。アベレージさんね、どっ、まあ、結局先端がエレクトリカルとかでやってる、そもそも冤罪なんですよ、東屋さん。あ、そうなの。東屋さんに僕がカメラ見てて殺されました。そう、だから申し訳ないです。でカメラっすね。そう、あ、なるほどね。そうなんですよ。で僕がラウンジでやってアーカイブ入ってるんですよ。あ、じゃあその最後のセキュリティ1に東屋さんがいたっていうのがそもそも嘘なのか。
電気1が東野で多分セキュリティ1がアベレージさん。あー、なるほど。だからナイスだと僕多分見られてたんで、アラウンジからアーカイブ入ってたの。だからナイスキルでしたね。うまくずらしてるの。いやー、結構いい展開だったんだけど、うん、悪かったな。おたまさん勝ったらよかったな。いや、そう、東野さんが死んだあたり全然誰が相方か分かんなかった。すごいな。いや、センターさん本当に潜伏上手でしたね。いやー、運悪かった。いやー、申し訳ない。冤罪で。あー、なるほど、なるほど。いや、けど、あれは、まあ、あの、結果、センターさんがめちゃくちゃ潜伏できたので。そうですね。ナイスでした。そうか、え、センターじゃやってないのか。ピカさんが連れてたなとか、結構勝ち筋めっちゃあったんだけどな。うんですね。私も結構、あの、ヘイトを買う動きを全体的にしちゃってたんで。ボタンもだいぶあのスキップ2連は辛かったな、ね、あれでかよく同票になってるね。マジで僕がスキップをしたら1人投票してない人いたし、4-4になるし、すいません俺です。あ、どうもマジわからんかった。